歴史ある南座の舞台に出演させていただけるということで大変光栄でございます。幼少期より日本舞踊を習っておりましたので、日本舞踊をご披露させていただくということを、お三味線や歌のシーンもあるということなので、そちらも頑張りたいと思います。パフォーマンス重視の作品で、その物語を進めていくっていうこと自体にやっぱり新鮮さを持っているので、楽しんでいけたらいいなという今は気持ちです。そのタップをメインにして作品に携わったことっていうのはほとんどないので、新しいアピールポイントがこの作品で逆に作れたらいいなと思ってます。南座だから勝手に時代劇みたいなイメージがあったんだけど、全然今までと違うような演目をやってみたいという制作サイドのその心意気にちょっと心を打たれて、自分もそれにやれる、しかもメインとしてやれるっていうことにとても喜びを感じました。日本でこれを実際にやるんだっていう、しかも格式の高いって言われてるところ、南座っていう場所でやるっていう、この心意気がもう一回チャレンジしてみたいなって思った感じですね。僕はすごくダンスが好きで、ダンスが得意と一応させていただいているので、そこをなんか見ていただけたらなと思います。本当に僕らだけじゃなくて、多分来てくださる皆様と一緒に作るこう舞台だと思うので、それがすごく一番楽しみですし、なんか本当にキャストの皆さんもそれぞれなんかスペシャル特殊能力みたいなのがいっぱいある人ばっかなので、そこで起きる化学反応もすごく楽しみですね。はい、舞台経験とかも全然なくて、僕大丈夫かっていう気持ちが大きかったんですけども、それ以上にワクワクとか楽しみがすごくありましたね。あとはやっぱ一番はアクロバットがすごく得意なので、このアクロバットと新体操の動き方っていうのを僕のアピールポイントとして、こう見ていただけるお客様にどう演じてどう感じてもらえるかっていうのをちょっと気にしてやっていきたいなと。僕自身がそのイマーシブの一部になれるっていうことがもうそもそも僕の中ではワクワクしてるんですけど、それをさらにお客様にこう届ける、特に多分イマーシブなシアターっていうのは慣れてる方もほんの少ないんじゃないかなと思うんで、なんかそこをいろんな人に体験して楽しんでいただけたらなと思ってます。16年踊ってるので、もうその培ってきたダンスのテクニックだったり、空気の出し方だったり、そういうところを、近い距離でお客様に届けれるっていうことなんで、全力で体感させていきたいなと思います。ダズルの家紋を背負って代表させて頑張らせていただきたいのと、本当に役者の方々がですね、この目の前でもう演技をすることがあるので、そういう楽しみ方もぜひしてみてください。数々の、キャストさんの中に僕自身が入れるっていうのはすごく光栄ですし、楽しみな気持ちとちょっと不安な気持ちといろんな気持ちがありますが、本業はですね、歌手をやっておりますので、皆さんは何か歌で魅了できたらいいなと思っております。